ゴールキーパーはスベンド・ブローダーセン、最終ラインは右から阿部海斗、田上大地、鈴木義武、中盤の底は田部井亮と藤田伊吹のコンビです。右のワイドに柳貴博、左に末吉瑠衣、ツーシャドウは岩渕博と木村隆也です。ワントップはグレイソンが入ります。ゴールキーパーは丹野健太、3バック右から藤谷匠、平松渉、福島隼人、ボランチは佐藤翔、右に石田良太郎、左に大森翔、インサイドハーフに大島幸喜、小堀空が入ります。ツートップは奥田光也、南野晴美です。丹野健太のロングフィードです。少し足を滑らせました。午前中は雨が降っていたシティライトスタジアムです。さあ前線長いボールを入れてきた、木村隆也を走らせて福島が対応、そして木村隆也空いたスペースシュートでいく、ただここは体で防いだ23番福島隼人。このセカンドボールを矢渕選手から木村選手、この背後へのランニングでしたけど、少し田野選手、処理が難しかったですけど、ここも少し濡れたグラウンドの影響もあるかもしれないですね。さあこれはファーサイド直接行きますが枠を捉えることはできませんでした。この後どうゴールに絡んでくるでしょうか。ワントップのような位置に入っている南野です。さあ岡山のチャンス、木村隆也シュートできた。さあ防いだ栃木が懸命のディフェンス。そうですね、ここ今入られて木村選手、はい、田野選手今素晴らしいセーブでしたね。手にすることができた栃木、小堀から、ただここも奪った岡山、岩渕左に広げて仕掛けた、木村のシュート。先制は岡山、岡山の今シーズンファーストゴールは背番号27、必須のドリブラー木村隆也です。まずここの中盤での この関係性が良かったですし、岩渕選手が左に木村選手に渡して、この自分のマイリズム、このスペースとこの相手をしっかり見て、自分の形タイミングでしっかり打てましたよね。昨シーズンは怪我での離脱も経験した木村隆也。さあ岡山、岩渕が握った、ドリブルで運ぶ、末吉が行く、シュート、ナイスキーパー丹野。両チームともにメンバー変更なしでこの後半立ち上がり臨んでいます。さあ岩渕のシュート、クロスバー直撃。いやー赤嶺さん、あそこから狙ってきましたね、はい、後半1回目のコーナーキック、栃木です。キッカーの位置には大森、ニアサイド速いボール、これは懸命のクリア、一つニアでワンクッション置いて、面白いアイデアでしたけどね。攻撃の時には3バックを敷いて攻めていくというのが栃木。田部井から、さあもう一度田部井です。右に上がってきた柳貴博、右サイドクロスを入れてグレイソンのシュート、岡山追加点、グレイソンに J 初ゴールが生まれました。2対0、幸先のいいスタートを蹴った岡山、ワンタッチでキーパーの丹野の少し逆をついたような形になりました、はい、そうですね、シュートもうまかったですし、逆をしっかりつきましたね。で岩渕選手がこのニアサイドに走っていることで、このグレイソン選手のマイナスのこのスペースができたと思うので、このグレイソン選手、矢渕選手、この2人の関係性も良かったです。午前中は雨が降った中でのピッチコンディションの中でのプレーです。藤田から下げて、この位置に末吉、流動的にポジションは変わっていきます。さあ鈴木義武のシュート、わずかにポストの右にそれました。また一つ岡山がチャンスを作りましたね。割れんばかりの声援が送られるシティライトスタジアム、コーナーキックは岡山です。中には田上、そしてグレイソンらが上がっています。ファーサイド、グレイソンのヘッド、これは懸
平が防いだでしょうか。ここはフォアサイドをしっかり狙ったと思いますけど、このボールをしっかりな左に広げた森へのボール、クロスを入れたイスマイラのヘッド。田中雄大が倒されてフリーキックを獲得しています。クロスを入れてシュートできた、柳安高にゴールが生まれた。試合終了間際、投入された直後、古巣対戦の柳にゴールが生まれて3点目。岡山の勢いが止まりません。柳安高しっかりと仕事をやってのけました。試合終了間際に追加点、ここで長いホイッスル。岡山木山大成3年目最高の船出となりました。5年連続で開幕戦を白星で飾った岡山、グレイソン、木村、柳安高にゴールが生まれて3対0、ホームで最高の最高の白星スタートとなりました。